皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川です。本日はですね、死ぬ場所別お金のかかり方です。死ぬ場所別お金のかかり方、何のことと思われるかもしれませんが、実は私はファイナンシャルプランナーの資格も持っていて、その観点からいくとですね、実はこう人間どこで亡くなるか、要するに死ぬかによってですね、お金のかかり方というのがすごく違うんですね。そんな話を今日はさせていただきたいと思います。でそもそもですね、じゃあ皆さんどこで亡くなりますかっていう話になるわけなんですが、そこをまずイメージできてない方が多いんではないかなと思います。実はこう、自分の家で亡くなるっていうのが一つですよね。当然家で亡くなる。で皆さん次に思い浮かべられるのが、病院で大体亡くなる。でそうでなくて、病気でもなく、ただ介護が必要になった状態で亡くなるのが介護施設。この介護施設の中には特養だとか老健、特別養護老人ホームだとか介護、老人保健施設というものがあるわけなんです。で大体今までこう2010年ぐらいまでは、このいわゆる3つのカテゴリーで大体皆さんの亡くなる場所というのはですね、賄えてたんですね。大体どれぐらいの数だったかっていうと、やっぱり一番多いのが病院なんです。病院というのはですね、大体90万人です。で次に自宅という方が大体20万人ぐらいで、そして次にいわゆる介護施設、いわゆる老健や特養というところが10万人です。だから大体合わせると90万と20万と10万ですから、大体これで120万人ぐらいが、亡くなる場所が、賄えていたわけなんですね。だからその当時亡くなる方も大体それぐらいの数でしたから、世の中で亡くなる人は、大体病院で亡くなるか自宅で亡くなるか、介護施設で亡くなるかということで、うまく均衡が取れてたんです。ただですね、実は、亡くなる方の数はどんどん増えているし増えていくんです。で今試算をするとですね、大体2030年、もうすぐなんですけど、2030年には大体160万人ぐらい亡くなるんです。160万人ぐらい。そうするとですね、先ほど僕が言った病院、自宅、介護施設でと120万人だと、大体40万人の方がですね、亡くなるところが不足するんです。じゃあこの40万人という人たちが、先ほどの3つのカテゴリーで増やすことができるかというとですね、もう厚生労働省は病院を増やす予定は全くないです。だから先ほど90万人という数は変わらないんです。じゃあ自宅で亡くなっている20万人がどうかといった時にですね、もう今皆さんこれだけ核家族化が進んだ時に、この20万人というところをですね、30万人にするなんてことはもうありえないんですね。で介護施設もですね、もうそれほど老健や特養をどんどん作っていくことはできないですから、実はもう2010年の時の120万人という定員はですね、もうこれ以上増えないってことが分かってるんです。じゃあこの40万人分をどこで吸収するのかというとですね、これがいわゆる自宅と介護施設の間と言われている施設になります。これは何かというとですね、認知症がある方の場合だとグループホーム、認知症がない方の場合だと、例えば住宅型有料だとかサービス付き高齢者住宅、サービス付き高齢者住宅は左高住という言い方をするんですけど、その3つで、賄うという計画になってるんですね。じゃあいいじゃないかというふうになるかもしれないんですけども、ただですね、すごく問題があります。この3つの施設というのはですね、とにかくお金がかかるんです。お金がかかるんですね。だから大体ですね、どれぐらいかかるかというとですね、グループホームであれば、月に15万。で、住宅型有料とサービス付き高齢者住宅で行くと、大体月20万はかかるんです。で、これはですね、都会以外の場合だと思ってください。これが東京だとか大阪だとか名古屋であれば、さらにこれはどんどん5万だとか10万、それに上乗せをされていきます。これってすごい額なんですよね。
基本的に病院で亡くなってしまえば、まあ、高齢者の方の場合は、まあ、1割負担だし、まあ、仮にそれ以上のお金がかかっても、高額療養費で戻ってくる。で、自宅で亡くなる場合もほとんどは、まあ、介護サービスを使う、在宅の介護サービスを使うぐらいだからお金もかからない。で、先ほど介護施設といった老健や特養というのもですね、基本的にこれは年金額に応じる負担になっていくことが多いものですから、まあ、年金がなければないで、まあ、なんとか、費用負担も安く収まることになるわけなんです。ということは、この先ほどの120万人により、増えた部分の40万人に入るためにはですね、とにかくお金が必要になるよということになるんですね。で、じゃあ今申し上げたように、じゃあこんな月20万も払えるわけないよと思う、もうその入れないよと思うと、ちょっとそれは違うんですね。何かっていうとですね、まあ、基本的に皆さん年金がありますから、いくら足りないのかということを考えていくわけなんですね。例えば年金が15万円あります。で、住宅型有料に入りました。じゃあ5万円持ち出しですね。5万円持ち出しだったら1年間で言ったら60万円。じゃあ60万円が5年分であれば300万円だよ。だから300万足りないよという考え方をしていただきたいんですね。いや、じゃあもっと長生きしたらどうするんだといった時に、これが僕皆さんによくお伝えしているのが、ずっと同じ場所にいるわけじゃないんですよということなんです。そもそもある程度介護が必要になったから、グループホームや住宅型有料やサポージュに入った人がそのままずっとってことはあまりなくて、やっぱりまあ大体3年から5年経つとですね、やっぱ介護が重くなってきて、まあ介護度が3以上になることが多いんですね。で、その時に忘れないでほしいのが、その段階でもう一回介護施設、いわゆる老健や特養にちゃんと申し込んでおくということなんです。まあ、そこはですね、すごく待ってる人が多いんですけども、それでもまあ1、2年待てば入れることが多いわけですから、そしたら今度は、そちらの介護施設に入る。そうするとそこに入ればもう基本的には持ち出しはなくなりますよということになるんですね。ですから、まあ、皆さん、すごい費用負担大変だとは思うんだけども、とりあえずそういう住宅グループホームだとか住宅型有料サポージュに、まあ、5年分ぐらい入れる部分、まあ、いわゆる年金からの差額を算出してですね、5年分ぐらいの貯蓄があればですね、そこで何とか見て、でその後はまあ介護施設に入るんだという選択もあるということをですね、知っておいていただきたいと思います。これなんでかというとですね、皆さん結構そのこと知らなくて、もう本当にずっと一旦グループホームとか入っちゃうと安心しちゃってですね、もう何もしなくなっちゃうんですよね。でもそれではですね、いけない。やはり介護度が3以上になったら、もうすぐ介護施設を申し込む、特養や老健を申し込むっていうことがですね、こうどん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 費用負担が増えていってしまうということを、抑えることができるんですね。まあでも本当に今日お話ししたことはですね、我々現場でやっているものからするとものすごく感じています。僕ら在宅で今でも開業以来、2000年に開業して以来ずっと毎年、看取りをさせていただいている、大体年間5、60名を看取らせていただいているんですけども、もう会員当初はですね、そもそもグループホームや住宅型有料やサポージュないですから、もう基本的に看取りといったら家だったんです。でもここから今22年経っていて、もう今看取りの3分の2はですね、もう住宅型有料グループホーム社交住に変わってきてるんです。だからこの国の動きというのはですね、我々現場サイドとしても間違いなく来てるんですね。だからまあ、多くの皆さんもですね、人事だと思わずにですね、これからの時代はまあ自宅でずっと見てもらえるっていう幸せな方はいいです。でもこれは残念ながら20万人しかそんな人はいらっしゃらない。亡くなる方160万人のうちの20万人しかいない。で、ある程度、まあ、病院に入院する人も90万人はいるんだけど、まあ、まあ、病院という、やはり制約されたところでなる。で、介護施設に入れる人で亡くなる人なんかも10万人ぐらいしかいないんだよ。じゃあ、残り40万人はっていうと、住宅型有料、サポージュ、およびグループホームで亡くなるんだよ。で、そのためのちょっとお金、5年分ぐらいは、用意されていくといいんではないかなというふうに思いますので、まあ、なかなかこう人生の最後にいくらかかるのかなんていう下世話なお話だとは思うんですが、
まあ、こういったお話がとても大事だということをですね、ご理解いただければありがたいと思います。